Thank you.
任務のことを考えているの？それは後でみんなで話し合いましょう。今はあなたにお願いしたい簡単なお仕事があるの。はい、今回の任務報告書はあなたに任せたわ。ここにサインして。そうね、自分にコードネームをつけるといいわ。うん、この名前でいいの？まあ、あなたがそれでいいって言うのならいいけど、司教様に文句を言われたらあなたの責任ね。あれは一体何なんでしょうね。衛星映像にはあんなもの映っていなかったのに。違うわよ。もう人が真剣に考えてるのに。あの空中に浮いているものはベルトさんの失踪と関係しているって、私の勘がそう言っているわ。さ、外にずっといないで戻って話しましょう。入手した情報をまとめるわ。4月13日、つまり14日前、ベルト・ヨーさんがセントフォンテーヌ政府の招待を受け、職場の ET スタジオを離れた。話によると、これは出張ということになっているらしいわ。ベルトさんは15日にカイロ空港に到着し、その後リニアモーターカーに乗ってセントフォンテーヌに向かった。天命の衛星は彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後彼は行方不明に。関連情報も彼の行方を捉えたカメラもないわ。私たち第三小隊の任務はベルト・ヨーを探し出し、彼を無事に天命本部に送り届けること。以上、何か質問は？何でも聞いて。うん、報告書にあるヨアヒム・ノキアン・ビルタネンのことね。
彼は二人目の断りの律者、ネゲントロピーの元名手。大崩壊が終わった後、彼は引退して、今はアニメ会社 ET スタジオのプロデューサーと原画デザイナーを務めているわ。私も数年ベルトさんには会っていないけど、よく彼の話を博士から聞くわ。セントフォンテーヌは600年以上の歴史がある古い都市よ。かつてはヨーロッパ諸大国の植民地で、全盛期中期にやっと独立したの。報告によると、その主な経済収入は観光と植物の輸出で、そのうち観光収入が大方を占めているわ。様々な国によって植民地とされてきたからか、この都市は多様性に富み、いろんな文化の景観を持ち合わせているの。大崩壊時期、セントフォンテーヌの被害はかなりひどかったんだけど、天命の援助計画を最初に辞退したアフリカ都市の一つでね。だから私たちの資料もかなり限られてしまっているわ。最初この任務を聞いた時、まだ楽観視していたわ。ベルトさんは今までもよく行方不明になっていたけれど、いつも無事に帰ってきてたから。じっとしていられない人でね。崩壊と戦っていた時も常に危険な前線にいた。彼は律者だけど、頼もしい戦友であり仲間だわ。この都市に着いてから、この件はそんな簡単なものじゃないって気づいた。空にあるデカブツの他にも、この都市には異常なところがたくさんある。あなたは何か気がついた？鋭い観察力ね。私もそれが気になったわ。天命は事前に衛星でセントフォンテーヌの土地をスキャンしていたけれど、めぼしい結果は
何一つ得られなかった。映像を見ただけではここはごく普通の都市だったのよ。けど実際にここに来ると、人がおらず生命を感じない。ここは嘘の数字で塗り固められた都市だった。入ることはできるけど出ることはできない。遮られたネットワーク、形のない見えないバリア、それらがこの都市を覆い隠している。それがもし外との連絡を途絶えさせるために誰かが作ったものだとしたら、こんな世界を欺くようなこと一体誰が。けど本当にそうだとしたらおかしな点が一つあるわ。ベルトさんは律者の力の大半を失ったけれど、敵と戦うことに関しては経験豊富だわ。たとえ戦えなくても彼の頭脳ならある程度の脅威を退けられるはずよ。あのベルトさんを音信不通にさせたのか。とにかくこの都市の状況と私たちの想定があまりにもかけ離れているわ。手がかりが足りない以上このまま考えていても時間の無駄ね。ねえ、とりあえずここを行動拠点としましょうか。まずは情報収集よ。手分けして行動し随時進捗を共有しましょう。夕方になったらまたここに集合ね。少しもったいないけど今は崩壊エネルギー通信機で連絡を取るしかないわね。帰りなさい。うん、今日入手できた情報はまずまずよ。聞いて驚かないでね。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想していた円柱ではなく球体だった。
情報と都市変炎のテーブ。レーザーを当てたら明らかな変異が発生したわ。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく セントフォンテーヌに起きた不思議現象はすべてあの天空島と直接的に関係しているようね。それと見たことのない怪物、集めたデータを本部に送ったわ。アインシュタイン博士が分析してくれる手はずになってる。終わり次第その結果をこちらに送ってくれるわ。それでそっちは何か収穫あったかしら？なるほどね。地図が正しいのなら面倒が省けるわ。あの赤い結晶は確かに妙ね。データを本部に送って研究してもらうようにする。今日は情報をたくさん入手できたけど、最も重要な情報、ベルトさんの行方については未だ手がかりなしね。今ある情報をもとに対策を決めるわ。一緒に考えてくれる？本部からの返事が届いたわ。主教様が直々に連絡を取りたいそうよ。指示によると、私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置を全て持って高地を目指すことになるわ。その後それら一つ一つを列状に組み立てるの。場所はもう選んである。あなたが調べたサード駅からそう遠くはないところよ。歩きながら話しましょう。お疲れ様。博士が立てたプランを信用しているとはいえ、探知可能範囲があまりにも狭いわ。
今回も見つからなかったら一旦キャロルを待つべきか、それとも場所を変えてもう一度試すべきか。これが終わったら話し合いましょう。フォンテーヌに出現した未知の生物に興味があるようで、データをもっと集めてほしいと博士に言われたわ。この任務はキャロルに任せたかったけど、今は人手が足りないから私たちで分担するしかないわね。ああ、強いて言うなら確かに何かあったわ。彼女家出したのよ。もう見つかったそうよ。今朝先輩から連絡が届いたから心配いらないわ。何が何でもセントフォンテーヌには行きたくなかったみたいで、出発前夜両親が寝静まった後に逃げ出したみたい。あの子追っ手を巻く腕は一流ね。 2,3 日かかっても見つからなかったの。挙句お金がなくなったから自分で警察に行ったって聞いたわ。天命からの連絡によると、もうこっちに向かっているとのことよ。あの子が到着したら反省会を開かないといけないわね。彼女のしたことを厳しく言えば敵前逃亡とも言える行為だもの。捉え方次第で事の大きさは変わるけれど、少し教えてあげる必要があるわ。怒ったら周りを気にしなくなっちゃうところがちょっとね。あの子もそうだったわね。Thank you.
話を戻すけれど、博士がデータをもっと集めてほしいと言っていたわ。種類、外形、習性、行動パターン、戦闘方法など、それらの特徴が分かれば黒幕とその目的も分かるかもしれない。そういうことで、一緒に頑張りましょう。お疲れ様。今回入手したデータは相当研究価値があるわ。本部に送って科学研究部に分析してもらいましょう。本部と連絡したわ。セントフォンテーヌを確認したいと司教様に言われたから、全域投影を起動させ、ここの状況を司教様と共有することになった。装置の組み立てを始めましょう。司教様のことなら大丈夫。少し興奮しただけみたいだから、今の彼女には休息が必要よ。最近の司教様はいろいろと疲れていて、ずっと緊張した状態にあったから、そこであの人の声を聞いて。聞いたことがあると思うけど、天命の前の主教、オットー・アポカリプスよ。彼が在位していたおよそ500年間、彼はいいことも悪いこともたくさんしてきた。その功罪を問うのは私たちの仕事ではないけれど、私たちにとって彼は一番危険で一番恐ろしい敵だったわ。でもあの人がまだ生きていてここにいるなんてありえない。この目で見たもの、間違いないわ。彼はもう亡くなったのよ。
可能性は否めないけど、よりによってこのタイミングで、このセントフォンテーヌで、偶然にしては不自然よ。それに誰と話していたの？ごめんなさい、少し興奮してしまったわね。こんなに時間が経っていてもオットーの存在を感じると、やはり驚かずにはいられないわ。もう少しあの音声を聞いてみましょう。もしかしたら聞き逃した手がかりがあるかもしれない。ようこそ、天井の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。進捗？ああ、やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。ああ、言っても君にはわからないか。そうだ、君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。全ての理解は言語から始まるんだ。まず君に名前を与えよう。名前、君にふさわしい名前。ルケニはどうだ？うん、君はルケニだ。これは資格の名前だ。君にふさわしいだろう。これが君の役割だと僕は思ってる。計画が完成した時、僕は死ぬ。君が僕を監視するなら、最後まで監視をしなければならない。面白いではないか。天井の人が僕にどんな死を用意してくれているのか楽しみだよ。焦る必要はない、ルケニ。もう少ししたら君にもわかるよ。司教様のことなら大丈夫。少し興奮しただけみたいだから。今の彼女に。司教様のことなら大丈夫。お知らせと悪いお知らせ、どっちから聞きたい？まあ大したことじゃないのだけれど、本部が
私たちの送ったデータを分析して2つの報告を送ってくれたの。赤い結晶には微量の崩壊エネルギーが含まれていて、それは結晶外核の内側に集中しているみたい。この現象は自然発生のものではないというのが博士の考えね。つまり自然にできたものではなく、これは人為的に作られたもの。あの怪物たちのことも博士がその動きを研究したけれど、結論は私たちの予想と同じだった。自然の生き物と比べてセントフォンテーヌの怪物たちは構築物に近い。これで全部よ。このお知らせ自体、半分いい、半分悪いのよ。この報告の結論から、疑問は一部解けたけど、黒幕がセントフォンテーヌを支配していること以外、何も証明できなかったし、実際の問題も解決できていないわ。情報がまだまだ足りないってことよ。そしてそんな状況下で私たちは任務を遂行するの。でもそうね。とにかく今は任務に集中しましょう。装備を持って出発するわよ。ベルトさんの位置も分かったし、これ以上時間を浪費しないようにしないと。お疲れ様。あの子、
かなり驚いたみたい。でも今は少し落ち着いたわ。鍛えられたのよ。昔の親友が子供みたいな人だったから。あの子と比べてキャロルはまだ大人な方よ。一人で十分困っているのに、あの子みたいにならないでよ。あなたのことを頼りにしているんだから。だから頭が痛いのよ。そういえばキャロルもそろそろ着く頃ね。無人機に乗ってセントフォンテーヌの上空から着陸することになっているわ。テスラ博士のアイデアでね、セントフォンテーヌのバリアの垂直応力範囲を確かめたいんですって。キャロルがどんなテスト装備を持ってくるかわからないけど、多分着陸はそううまくいかないと思うから、信号を受け取ったら迎えに行きましょう。それまではあの子とお話をしないとね。あの子はベルトさんの養子、ジョフリー・ジョイス・ヨーヨー。歴史の授業で第一次崩壊のことを勉強したわよね。あの事件で第一律者、断りの律者は誕生した。断りの律者は覚醒したけれど、崩壊エネルギーには支配されなかった。彼は当時の天命北米支部と共に天命を裏切り、ニューヨークを守るため犠牲になったわ。そして死の直前、彼はリツシャ・コアと名前をヨアヒムに預けたの。
名前はベルト。一人目の断りの律者、ベルト・ジョイス。今ならあの子の正体がわかるんじゃないかしら。驚いたわ。その答えはかなり正解に近いわよ。ジョイスさんは亡くなったけれど、ネゲントロピーのカカリアが彼のクローンを作っていたの。それらクローンには当然ジョイスさんの記憶はなかったけれど、ある力を持っていた。生前のジョイスさんは第9の神の鍵、エデンの星を使っていた。だからクローンたちにも重力を操る力があったの。そのクローンは様々なトラブルを巻き起こしたわ。成人したクローンの大半は人格に問題があって、そのほとんどが狂人化したか死亡している。今はまだわからないわ。そうならないといいんだけれど。彼が天命に発見された時はまだ生後数ヶ月で、その後メルトさんが彼を引き取って実の息子として育てていくことになったの。このことは機密だから数人しか知らないわ。私もそのうちの一人だけど、長いことベルトさんと連絡を取っていなかったから忘れかけていたわ。さあジョイス君と話しましょう。彼がセントフォンテーヌで目にしたものはきっと全て貴重な手がかりになるわ。挨拶してあげて。大丈夫だから。あ、こんにちは。あの、僕のお父さんのことを知っているんですか？お父さんが？
冗談ですよね。この子本当に礼儀正しいわね。まだ小さいのにきちんと敬語を使える子を久しぶりに見たわ。キャロルにも少し見習ってもらわなきゃ。お父さん、今どこにいるんだろう。きっと大丈夫ですよね。ええ、お父さんはすごい人で、いくつもの困難を乗り越えてきたんだから、きっと今回も大丈夫よ。ジョイス君、あなたの力が必要なの。何があったのか教えてくれるかな。情報が多ければきっとお父さんの居場所もすぐ分かるはずだから。あ、はい。数日前、お父さんとリニアモーターカーに乗ってここに来ました。降りた時は普通だったんです。白いスーツの人が駅で僕たちを待ってて、ホテルまで案内すると言ってきました。途中、お父さんが運転手の人に止まれって言って、詳しいことはよく覚えてないけど、光が見えて、僕とお父さんは橋の上にいて。車がたくさんあって、人もたくさんいたけど、それが一気に消えたんです。空には怪物がいて、それは遠いところにもいました。お父さんたちが怪物たちを倒したら、すごく大きな怪獣が現れて。お父さんが僕を路地に連れて行って、怪物の注意をそらしてくるからここに隠れなさいって。ずっとそこでお父さんを待っていたんですけど、お父さんは帰ってこなくて、逆にあの怪獣が現れて。驚いて逃げたら道に迷ってしまったんです。ここ数日はあの時お父さんに言われた場所を探していました。逃げるべきじゃなかった。お父さんの言うことを聞いて、そこでお父さんを待つべきだったんです。自分を責めないで、ジョイス君。その場にいたら危険だったわ。だから逃げることは正しい選択よ。ベルトさんだってあなたの無事を祈っているはずだわ。あなたは危険から無事逃げ延びた。それでいいのよ。
自分を責めているわけじゃないんです。ただもしお父さんがあの場所に戻っていたら、きっといなくなった僕のことを心配するから。名誉婆さん、お兄さん、僕が言ったことは役に立ちそうですか？ええ、安心して、ジョイス君。きっとお父さんを連れ戻すって保証するわ。よく考えてから発言しなさいね。はい、今回はどこにも行かずにおとなしくここで待ちます。じっと待つだけじゃ退屈よね。なんなら何か持ってこようかしら。ゲームは好き？それともアニメとか本とか。本がいいです。本が好きなんです。わかったわ。本を見つけたらあなたに渡すわ。ありがとうございます。ジョイス君の話はどうだった？何か手がかりになりそうなものは？ええ、ベルトさんとは橋の近くで離れ離れになったとあの子は言っていた。もしベルトさんが無事ならそこでジョイス君を待っている可能性がある。地図を調べて場所をピックアップしましょう。まずはキャロルを迎えてから、その橋でベルトさんを探しましょう。ねえ、ジョイス君、不安に感じてるんじゃないかと思うの。それに、さっきからずっと窓の外を見てるでしょ？どこかに落とし物でもしてきたんじゃないかしら。彼に直接聞いてみましょう。ベルトさんを見つける前に心配事は片付けておきたいから。あ、お兄さん。お兄さん、どうして分かったんですか？僕、本をお城に忘れてきたみたいなんです。
些細なことだから言わなかったんですけど、心配をかけてしまったみたいでごめんなさい。車の中にあるかもしれませんし、泊まったマンションにあるかもしれません。城にいた人がみんないなくなったことに気づいて、それからはマンションに隠れてました。怪物たちはあまり建物に入ってこなかったから、外よりは安全だったんです。僕のカバンに入ってます。カバンは青で僕の名前が書いてあるから分かりやすいと思います。そろキャロルが到着する時間のはずなのに。まさかあの子も何かトラブルに巻き込まれたんじゃないでしょうね。それは分かってるわ。キャロルの単独での作戦能力は一流だからね。でも家出のこともあったから少し心配で。信号を追ってあの子を迎えに行きましょう。
ルと合流したわ。そっちはどう？わかった、今からそっちに行くわ。お疲れ様。あの怪物、前回と比べて少し変わったようね。放っておくとさらなる脅威が生まれるかもしれない。それにこのタイプの怪物のデータはまだ入手していないわ。博士の研究欲を満たすと思ってもう少し頑張りましょう。この雰囲気、今から反省会？反省会はまだよ。キャロルが戻ったら話があるって先輩から言われてるの。もう連絡しておいたから。隊長？おどおどしない。キャロル、女の子はいつだって自信満々でいなさい。カメラ機能をオンにして。レイス先輩、ごきげんよう。ミスライデン、ごきげんよう。先輩、ご無沙汰しております。相変わらずお若いですね。そんな、十何歳も年を取ったわよ。先輩もやめて、引退してもう長いんだから。前回天面に戻った時は礼を言いそびれたわね。ミスライデンがこの子の面倒を見てくれたおかげで前よりだいぶまともになったのよ。ママ、恥ずかしいからやめて。人が感情を伝えるときは正々堂々と言葉にすること。ありのままに話すことは貴重な品格よ。
今回こういうことがあったのもあんたが何も言わずに勝手に出て行ったからじゃない。先輩、そんなに大事ではありませんから、キャロルが無事ならそれでいいんです。ほら、隊長もこう言うとるし。大事になるわけがないわよ。この子家出した数日、ただ遊びたいだけ遊んで、それ以外は粗相という粗相を一つもしてないんだから。お小遣いがなくなってからやっと怖くなって、でも自分で帰る勇気がないからって警察に連絡するなんて。この子どうしていつも人様に迷惑をかけるのかしらね。じゃない。敵前逃亡がどれほどひどい違反行為か分かってる？私が現役の頃だったら今頃は軍法会議にかけられてるわよ。はあ、あんたね、責任を問わないと言ってくれたミス・ライデンにちゃんと感謝しなさい。でもそれはあんたが間違ってないわけではない。あんたは無断で仕事を投げ出した、仲間に迷惑をかけた、そのせいで仲間が危険な目に遭う可能性だってあったのよ。これは非常に責任感のない行為だった。過ちを認識して責任を認識してほしいの。そしていつか天命に送ったことを感謝する日が来るといいわ。いつ来るかわからないけどね。しとるよ。嘘をおっしゃい。あんたは私の娘。あんたの考えがわからないとでも。ミス・ライデン、この子は任せるわ。まだ若いし、いろいろ分かってないけど、少年は悪くないって自信を持って言えるわ。これ以上は邪魔しないわ。天命元ヴァルキリー・ルイス、失礼します。先輩は変わらないわね。ママはずっとあんな感じやで。隊長、さっきのあれが、
反省会ってことでいいよね。ね。ちゃんと反省しとるから、もう逃げへんから。その通り。許してください。はいはい、後で始末書を出しておいてね。大人になったって言ったばかりなのに。あの子を見てくるから、キャロルのことはお願いね。びっくりした。今までで一番恥ずかしかった。みんなの前で電話せんでもええのに、娘を公開処刑せんでもええのに。それは分かっとるよ。ママがうちのためにやってくれたって分かっとる。けどやり方が気に入らへんの。そういえば先輩、ここうちが想像してたのと全然ちゃう。ところよりもっと日差しが眩しくて、紫外線が強くて、はあ、これ以上日差しを浴びたらあかんな。もともと色黒やし。遺伝とかさ、考えただけで心配になってきよった。先輩、慰めてくれてありがとう。でもちゃんと分かっとるから。色の白いは七難隠すって言うやろ。
もともと知らないし、ここに半月から1ヶ月もおるなんて。考えただけで頭が痛なるし、せやからつい。先輩も理解できるやろ？うちみたいなお年頃の女の子はみんな綺麗になりたいんや。でも実際ここに来たら、セントフォンテーヌは思ってたのと全然ちゃうかった。綺麗やし、環境も申し分なし、それにヨーロッパスタイルや。地元と何も変わりあらへん。分かってたら逃げへんかったもん。ママに公開処刑されるし。過ぎたことやから考えるの。大人になってほしいっていうのは分かっとるけど、うちまだ学生やし、16歳やもん。大人やない方が普通やろ。大人やない時に大人ではやらへんことをする、それこそ人生。ほんまはね、何をすべきかちゃんと分かっとるんや。そないアホな女の子やないもん。セントフォンテーヌの状況とか、新たな敵とか、来る途中にデータはちゃんと見とったから。まだ卒業してへんけど、世界の命運を背負う天命の戦士の一員やってちゃんと分かっとるんや。みんな成長するもんやから。よし、問題解決。もう細かいことは気にせえへんの。うちは戻ってきた。面倒事があったらうちに任せとき。